どれにしよっかな。決めちゃいました。もう観念しな。野球ちゃん、あらあら、いつも冷静な野球さんが顔を真っ赤にしてな。さあ、かかってきな。バカな。イエーイ、そっちはババでした。では罰ゲームといきますかね。待て、負けたのは俺だ。俺にやれ。何言ってるんだ。これはチーム戦だ。代表者が負けたらチームで責任を負うって決めたろ。いや、しかし。しかしもこけしもないよ。あたいのデコピンは痛いよ。キバリ、すまん。ぬん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 。チェイ！では、野牛にも。おりゃ！痛い、痛いよ。ひどいよ、カツネ。ひばり、勝負は非常なんだよ。卑怯だぞ。あなたたち、静かにしなさい。他の乗客の方に迷惑です。はしゃぎすぎちゃったね。あ、海の匂いがする。それじゃあ、あたいは若い子の香りを嗅ごうかね。くんくん。カツネ、セクハラはやめてよ。
いやいや、とてもいい香りだよ。これならご飯は3杯いけるね。だったらひばりもかぐ。くんくん。ひばりちゃんまで。もうやめて。あなたたち、静かにしなさいって言ってるでしょ。私としたことが、ごめんなさい。こんな時にどうして。こんな時だからこそだ。忍びなり、大道寺先輩、ありがとうございます。ひばりたちを助けてくれたんですね。ウヌラに組する我にあらず。え、それじゃあどうして。真の力を身につけし時、総じて語る。ヒラヒラチェックかい。だからなんだ。ちょっと初音、それじゃあ変態さんだよ。ダメダメ、そいつは反則だ。キャッホー、さすがスタイル抜群。その紐ほどいてやりたいね。もうバカなことをやっているのではありません。お
シックに決めてくる。さすがクラス委員、さすがだよ。お見それしました。お待たせしました。ひらひらにピンクのドット、そしてフリル。さすがひばり、わかってらっしゃる。わかった。今行く。ひばりちゃん、更衣室の鍵を任せるね。うん、任せて。ひばりにだってそれくらいはできるから。よし、それじゃあまだまだ泳ぐぞ。そりゃそりゃ、夢中になってる、夢中になってる。この隙に鍵を。楽しかったね。ひばりちゃん、更衣室の鍵ちょうだい。ゴー！
みんなの着替えは取り返したけど、ひばりがちゃんと鍵を持っていたらこんなことにはならなかったのに。みんなは気にしないでいいって許してくれた。でもその優しさに甘えてていいのかな。くん、当てが外れたわ。ひばりがみんなからケッチョンケッチョンに怒られると思ってたのに。まあいいわ、やっぱり誰かに任せるのはダメね。ひばりは私の手でいじめるに限るわ。半蔵の忍び学生だな。こんな
ワカメ。ひばり、大丈夫か？野球ちゃん？うん、もう安心だ。いつ来たの？いつだって来るさ、ひばりがピンチなら。ひばり、どうしたんだ？ついてこないで。ひばり一人で何とかしようと思っていたのに。え？ううん、一人でちゃんとやれたよ。それなのに、なんで助けたの？ひばりは一人じゃ何もできないと思ってるんでしょ？そういうわけでは。バカにしないで。こんなことでくじけちゃダメだ。ひばりはやれば絶対にできる子なんだ。いいかひばり、水遁の術は覚えておいて損がない。
俺はひばりに死んでもらいたくない。死ぬってオーバーだよ。竹筒ぐらい使えなくたって。どんなに忍びの修行をして強くなっても、呼吸系の攻撃を食らえば一発で終わりだ。水遁の術は水の中に潜るだけの技術じゃない。土の中に埋められても毒ガスを食らっても、この忍術を覚えておけば生還できる。竹筒はいつも持っておけ。危ないと思ったらすぐに加えるんだ。私、腹が立っておりますの。ヨミさん、どうしたん？最近、お野菜の値段が上がって上がって。言われてみれば、そうかもな。私、金持ち御用達の野菜が値上がりする分には何の不平もございませんの。へえ。でも、低価格で庶民の味方のもやしまで値上がりするなんて、どういうことですの？さあな。ちょっと、真面目に聞いてますの？聞いとるよ。あなた、半蔵の忍びね。やるわね、野草草の罠をかいくぐってここまでたどり着くなんて。あんなの、どうってことなかったよ。でも、これだけの人数を相手にして生きて帰れると思う？ひばり？
ひばりのことを知っているの？ええ、思っていたよりかはしっかり者さんみたい。しっかり者さんって、バカにしないで。バカになんかしてないわよ。ただバカだって思っているだけ。あ、ごめんごめん、しっかり者じゃなかったわね。うっかり者の言い間違いだったわ。どういう意味？エビジョの本拠地がそんな簡単に見つかるわけないでしょ。このうっかり者さん。え、ここ本拠地じゃないの？ここは忍びの訓練場、そしてあなたみたいな忍びを捕まえるネズミ捕りでもあるの。それじゃあひばりは？そう、罠にかかって誘い出されたってわけ。そんな。さて、ここであなたを殴り殺したら、あのヤギウって子はどんな顔するかしら。大好きなあなたを殺した私を、それでも無視していられるかしら。とっても楽しみ。ひばりは簡単にやられたりしないもん。元気があっていいわ。だったらどこまでやれるか見せてもらうわよ。ひばり、正義のために舞い忍んじゃう。
印を残してくれたからだ。さあ逃げるぞ。動けるか。そんなことはない。いつでも俺を頼ればいい。ひばりが呼べば俺はいつでも駆けつける。や、柳生ちゃんどうしたの？さっきのやつの銃弾が当たった。でも心配するな。かすり傷だ。嘘でしょ？柳生ちゃん嫌だよ。しっかりして。大丈夫、柳生ちゃんは絶対に大丈夫。ああ、そうだ。ヤギは？手術は無事成功しました。ひばりはちょっと用事があるから
先に寮に帰っていて。え、どうして？買い物があるだけだから。大丈夫、すぐに戻るから。ひばり、何をしている？柳生の仇でも討とうというのか？お前には無理だ。無理でもやるんです。ゆうちゃんもみんなもひばりのことは許してくれるかもしれません。でもそれじゃあひばりが自分のことを許せないんです。超秘伝忍法書を手に入れろ。今のお前の強さじゃ返り討ちに遭うだけだ。しかし超秘伝忍法書があれば。俺も超秘伝忍法書のありかは知らない。しかし手がかりならある。手がかりですか？それは不調だ。ひばり、超秘伝忍法書を探してみろ。柳生の仇を討つのならそれしか手はない。
これが超秘伝忍法書。よし、合格だ。キリア先生、これをヒバリが使ってもいいんですか？これは俺が調べた蛇女子学園の場所だ。ヒバリ、お前が行くんだ。そしてダメな自分を変えてこい。はい。ご苦労様。いえ。かわいそうにひばりちゃん。このキリア先生は私の。ここが蛇女の本拠地。隠れ結界？蛇女子学園にようこそ。あ、この間の人。また会えたわね、かわいいお人形さん。ひばりはお人形じゃないもん。元気がいいわね。それは超秘伝忍法書なんて切り札を持っているから。どうしてそのことを？あなたの先生が教えてくれたの。ひばり、よくやった。さあ、超秘伝忍法書を渡せ。キリア先生。まさか傀儡？ひばりはバカだからな。俺の言うことならすぐに信じると思っていたぞ。しかし、こんなにあっさりと騙されるなんて、あなた本当に忍びには向いてないわ。どういうことなの？超秘伝忍法書の場所に関しては不調って手がかりだけは掴んでいたのよ。でもそこから先が分からなくてね。だったらあなたたちに探させればいいって思ったの。許さない。キリア先生の姿を使って騙すなんて絶対に許さない。許さなかったらどうするの？あなたに何ができるっていうのよ。ヒバリにはこれがある。超秘伝忍法書。ふーん、それを使って一人で戦うつもり？そうだよ。超秘伝忍法書さえあれば、あなたなんかに絶対負けない。そうかしらね。だったらやってみたら？どうなったって知らないんだから。どういうこと？何か書いてあった？なんで？どうして？何も書いてないの？超秘伝忍法書はあなた程度の忍びが使えるものじゃないのよ。そんな。それは
私たちヘビジョが持ってこそ価値があるもの。さあ、超秘伝忍法書を渡しなさい。いや、本当に話のわからない子ね。頼みの超秘伝忍法書が役に立たなくて一体どうするつもりなのよ。ひばりは自分の力で戦う。超秘伝忍法書がなくたってあなたたちなんかに負けない。ヤギオちゃんの仇を討つんだ。みんなに今までの恩を返すんだ。いい顔をしてる。やっぱりあなたいいわ。絶対に私のお人形にしてみせる。あなた、けなげに努力しているのね。強くなってて驚いたわ。でも、まだまだ甘いけどね。はっ、
いつの間に。私の目的はこっち。別に戦いに勝つのはどうでもいいし。ずるい?失礼ね。これが忍びってものよ。そんな、ひばりまたやっちゃった。学校の宝の超秘伝忍法書を取られちゃった。さて、それじゃどうしようかしら。人形でも何でも好きにすればいいよ。ひばり、みんなに合わせる顔がないから、もう生きてたって仕方がないよ。そうね。それじゃお言葉に甘えて、私のお人形になってもらいましょうか。みんな、本当にごめんね。どれにしよっかな。